中央にお願いいたします。よろしくお願いします。橋本さんは特技がエイサーが得意ということで、ね、そうなんですよ、はい、私10年ぐらい九九国祭り太鼓という長崎ランタンフェスティバルにも毎年出演したんですよ、はい、そうなんですね、はい、でも毎年長崎にお越しいただいてた。高校生の時から来ました。そうなんですか、はい、嬉しいですね。今日ですねこのキャンペーン AD としては初参加なので、はい、また違った雰囲気で楽しんで ね、はい、すごくおしゃべり上手です全く緊張感に、ね、されてないですね。そして大津さんはヨガとモノマネが得意と。何のモノマネですか。ステッチのモノマネが得意。ステッチ、ステッチですね。ちょっとやってもらってもいいですか。はい。ステッチ。皆さんいかがでしたでしょうか。微妙な反応でしたね。似てると思います。お上手でした。すごかったです。ありがとうございます。はい、ではですね、今手にされているこちらの商品はとても素敵ですね。何でしょうか。こちらはですね、柳川まりといいまして、今柳川市では4月3日まで柳川ひな祭り下げ門巡りというお祭りを開催しています、そこになくてはならないものがこの綺麗な色鮮やかな柳川まりなんですよ。とてもね、色鮮やかで、はい、お二人のたすきの、ね、そうなんです、下にもかかってあるこちらも柳川まりですか。そうです、柳川といえば柳川まり、これを忘れちゃダメですね。なるほどですね、柳川を代表する名産品、手作りなんですよね。そうなんです。今日はですね、特別にこの飾り台、そしてお雛様もついております。これは嬉しいですね。ちょっと値段にするといやらしいかもしれませんけど、はい、1万円おっと1万円かもしれませんね。1万円これが豪華なプレゼントになってます、ね、はい、ではこの豪華な商品をかけて柳川市からの問題です。柳川のお雛様といえば下げ門、ひな壇とともに部屋の中に飾られます。その下げ門は女の子の幸せや健康を願った袋物でできています。例えばネズミは子だくさん、鶏は早起きでつがいで仲良く卵を温めて育てるなどです。では唐辛子は何でしょうか。 A 可愛らしい、 B